た時あれは絶対ハグミだなって思ったよ。すごかったでしょ。確かにすごかったよね。着ぐるみの中に入ってるのに走るのだってすっごく速かったし。あっ、びっくりした。どうしたのカノンさん。マリーの中に入ってたのってハグミちゃんなんだよね。うん、そうだよ。あのマリーの中っていうか着ぐるみの中ってどんな感じなのかな。ね、すっごい暑いの。あといつもより動きにくくて大変なんだよ。そうなんだね。美咲ちゃんもいつも大変そうだし、着ぐるみの中って大変だよね。カノンさん、突然何を。ハグミちゃんは着ぐるみっていう存在を知ったわけだし、きっと今ならミッシェルの中身がミサキちゃんだって分かってもらえると思うんだ。ああ、なるほど。確かに気がつくかもしれませんね。二人とも、さっきからどうしたの？はぐみ、なんか変だった？ううん、なんでもないよ。着ぐるみって大変だねって話をしてたの。うんうん、周りも見えにくいしね。そうなんだよ。あれ？もしかして、ミー君も着ぐるみ入ったことあるの？大変だよね、あの中。ピンと来てない。どうしたの？そんなに驚くようなことハグミ言ったかな。カノンさん、ちょっといいですか。うん、やっぱりハグミに理解させるのは難しそうな感じしません？確かにミッシェルとマリーのことを全然つなげて考えてない感じだもんね。でもここで諦めるわけにはいかないよ。私やっぱり知ってほしいもん。ミッシェルはミサキちゃんだってこと。カノンさん、今の状況ってチャンスだと思うから、私もう少し頑張ってみるよ。いや、頑張るって言っても。ねえ、さっきからなんで二人だけで話してるの？ああ、ごめんごめん、なんでもないよ。カノンさん、頑張るって言ったけど、何か作戦あるのかな？っていうか、ハグミにはストレートに言わないと絶対伝わらないと思うんだけど。あの、ハグミちゃん。どうしたの？カノちゃん先輩。ミサキちゃんが入ってる着ぐるみはね、ミッシェルっていう名前なんだよ。ド直球勝負来たー！ミッシェル？ミッシェル。そうなの。ミサキちゃん、ミッシェルなんだよ。そうなんだ。これは、ついにハグミも気づく時が？そんな偶然あるんだね。すごい！ミー君の着ぐるみもミッシェルっていうんだ。っていうか、ミー君も着ぐるみに入ってるの？ハグミちゃん。同じ名前なんてすごい偶然。ねえ、今度ミー君のミッシェルに合わせて。あ、ライブに呼んでダブルミッシェルで登場するのも面白そう。ミー君のミッシェルはどんな見た目なの？やっぱりクマ？うちのミッシェルとどっちが可愛いかな？きっとどっちも同じくらい可愛いよね。ごめんね、ミサキちゃん。ハグミちゃんの純粋さは私の想像をちょっと超えてたよ。ですよね。ダブルミッシェルが実現する日、楽しみだな。